もう復活したか。まあ相当釣れないのが感じっすかね。よいしょ。おお、やってしまいましたね。たまーにやる。金具とか取れちゃうから、やっちゃダメよ、良い子のみんなはね。まあ、物草の釣り糸はこれで直すと。一番最初に買ったそうじゃないかな、の廉価版。一番最初に買った竿はなんか量販店の名前のない竿でしたけど、リバティってすごい、多分俺が初めて、なんだろう、自分で釣り具をきちんと吟味して買った竿ですね。大和さんの竿ですね、やっぱ。まあ読みが当たってるかどうかは分かりませんが、もうそろそろ交換時だね。
いいんだよ。ちょうど石段がもう竿立てになってくれて。6時ぐらいに向かって潮止まりなのかな。何時ぐらいに潮止まりだったっけ。ちょうど今ぐらいが潮止まりだったらちょうどいいよね。仕掛け作ってる最中だし。とか、こっち系は赤いのがお好きだったりするのね。で、カニが赤いじゃんっていう人もいると思うけど、まあそうなんだけど、まあ、結構眠りがきつめに入ってるから向こう合わせの辻には持ってこいっていう。まあ、俗に言う地獄張りの特徴ですね。よし。で、やってって。これを。まあ、みんなは俺らしく系。まあこのガンダムなりはストッパーですから、まあ本当はクッションとか入れた方がいいんですけど、めんどくさいのでやらない。潮止まりで本物使うのはもったいないかな。一応本物もね、一応お試しで買ってみたいな。まあ、ナイロンの問題点というか、まあ、欠点として一つあるのが、ハリスが絡まりやすい。6時か、ちょうど潮止まりだな。よし、まあ、若干黒いですが、そこはご勘弁。餌釣りなんでね。うるさい、うるさい。6時ね、ちょうど潮止まりだね。結構流れるね。
鈴をつけてるからよ。朝って感じですね。まずいの。今日は向こう側に流れるのな。ビン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 と船かな。この手もだいぶ退職してるね。するし、オレオレだわ。強いな、やっぱ。すっげー長さで。大体竿3で、カニ3、ホムシ1っていう感じでやればちょうど
昼ごろの潮止まりに餌がなくなる予定。予定ではある。予定は未定でもある。そうか、口を使ったかどうかすらわかんないからな。ここのあれに合ってるのかどうかすらわかんない。これも電池の入れ替え時でしょうかね。サバもやってみるよ。本当いいよね。回転しないっていうのがこの振り出し竿の。あ、やらかした。たまにやらかすんよなこれな。おもりがないです。よいしょ。たまにやらかすんよな。これが一拾う分余分に取ってるのは、そういうアホなフループルーフってやつですよ、本当に。まあフループルーフって、まあ直訳するバカ対策ってことですね。フループルーフか、うん、バカ対策はやっとかんとね。あれこういう大箱を知らせるのは、どうしよう。威力マシのでかいやついくか。1kg ぐらいになりましたということです。1個よりちょっとっていうのは私なりのバカ対策です。ちなみにバカは私。動きを抑えて動き、まあ、それが敵だと思って噛みついとけ。よいしょ。いきまーす。触っちゃった。ずれてきてくれ。おー、痛い。
これで当たりを持つと、当たりを待つ。きついな。25号でもか。重い。絡んでますね。ブルーベリー見捨てちゃいかんよ。バーカの俺が最後に忘れて、堤防における竿の限度は2つだな。これのタックルだと思う。今日腰折れないの。リーダーが見えてきた。